人間としてより幸せに、より心強く生きるためには、信仰する心と日常生活の心が離れていては良い結果は生まれません。自分の仕事と同じぐらい熱心な情熱を持って信仰心を高め、その信仰心によって得た清らかな気持ちを日常生活に生かすからこそ幸せを感じるのです。